シャーマー様様、シャーマー様様。はい、どうもシャーマーです。本日はですね、久しぶりに遊戯王デュエマ以外の動画ですよ。本日は、大人気カードゲームアプリシャドーバースのね、限定カードになります。でこれはですね、実はヤフオクで結構狙ってたカードだったんですけども、もう一回出品されて限りですね、ずっと出てこなかったんですよ。はい、ということで、なかなか見れない限定カード、皆様にね、ぜひ紹介していきたいと思います。背景。これなんて読むんだ。まあいいや、シャドーバースビザカードでご入会いただき、熱くお礼申し上げますと。まあ、シャドーバースのビザカードっていうのにですね、応募すると実はもらえるね、限定カードになります。で、これ私ね、完全にタイミング逃したんですよ。ということで、本日はですね、マンダラケさんでまあ買ってきたわけなんですが、今回のシャードじゃない、カードはこちらになります。全然わかんないね。うん、まあ、とりあえず開けていきましょう。はい、ということでですね、本日買ってきた商品がシャドー版のリアルカードになるんですが、もう多分開けたらね、全部出てくると思います。まあ、いいでしょう。今回紹介するカードがこちらになります。わー、すーごい、これ、めっちゃ綺麗だな、やっぱ。はい、それではカードの方見ていきましょう。まず1枚目がクリスタリアプリンセスティア。こちら出た時効果で、クリスタリアイブっていうね、変なカード出してきます。で、これがですね、カードを2枚以上プレイすることによって、4マナのね、66。はい、攻撃力、守備力ともに6と。で、かつ守護持ってて、5コスト払っただけで、この11と66が出てきちゃうっていうね、めちゃくちゃ立ちの悪い、カードになります。これは強かったなというか、なんかエルフデッキのね、まあ、三大嫌いなカード、エンシェントエルフ、リノセウス、クリスタルプリンセスティアみたいなのがありましたけどね。うん、こいつはやっぱり強かった。はい、私はエルフデッキ全然使えませんでしたが、エルフデッキ使う方にとってはね、こちらのカードすごい思い出深いカードなんじゃないでしょうか。はい、2枚目のカードがカローンですね。これ確かネクロマンサーのデッキのカードですね。レアリティは、銀なんですが、効果としてですね、進化時にリッチを出します。はい、リッチって確か44の、悪魔みたいなやつだったと思うんですけども、このカローンはね、とにかくもうエロい、そして声がね、可愛らしいということでね、結構使ってました。私もネクロマンサーはね、ハエのデッキが結構好きだったんで、うん、そこになんかたまに入れてね、ちょっと味わったりしてましたが、やっぱシャドバのカードってエロいですよね。うん、実に、良い。はい、それでは最後のカードの紹介です。このカードのためにね、買ったと言っても過言ではないです。次元の超越というね、エクストラターンを得るカードなんですが、まあ、遊戯王で言うとわかんないな。わかんないわ。デュエルマスターズで言うと、無双竜騎ボルバルザーク、MTG、マジック・ザ・ギャザリングで言うと、タイムウォークだとか、ポケモンで言うとね、まあ、マヒルミ・トゲキスだとかね、もうとにかくもう自分のターンをやりまくって勝つみたいな、もうひどいカードでしたね。ウィッチのデッキの、呪文カードになります。もうなんかね、私エクストラターンっていう響きがすごい好きなんですよね。なんかすごいロマンが溢れる感じで、まさに聖剣炎獣バーレスクみたいな。なんかすごいロマンカードとしてね、いつもいいなと思ってたんですけど、この次元の超越って結構唱えられるんですよね。2回も唱えられたらもう負けるしかないっていうね。かなり強いカードで印象に残ったカードだったんで良かったかなと思います。とにかく綺麗だね、このシャドバのカードってね、リアルカード。はい、実はこっそり集めているので、これからもはね、集め続けていきたいなと思います。もしこの動画が面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。まあこういうね、プロモーションカードはね、やっぱりなんか、飾っといても綺麗だしね。なんかいいな。シャドバのリアルカードってね、あんまり取引されてないんですけど、ヤフオクとかで。はい、意外といいものが多いんでね、皆さんもぜひ集めてみてください。ということで、シャマでした。さよなら。